大好きなポケモンがいっぱいいるから誰に行こうか迷っちゃうね。やあみんな、お邪魔します。おお、オガポン、無理なんだ。いらっしゃい。うちまで遊びに来るのは久しぶりだな。ミニブイズがいっぱいいるね。シャワーズたちは？大人たちは買い物に行ってるよ。その間ミニブイズをうちで預かってるんだ。そっか、ミニシャワー、ポニオと一緒に遊ぼう。俺とドラミングしよう。あれどうしたの？ポニオだよ。いつものゴリラのお兄さんだぞ。まさか、オーガポンとゴリランダーって、まだミニシャワと仲良くなってなかったの？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 いやいや、そんなことはないはずだ。だってポニオ、ミニシャワと出会ってから結構経つよ。そういえば、前にシャワーズが言ってたな。ミニシャワは草タイプのポケモンが苦手かもしれないって。なるほど、ミニシャワは水タイプだもんね。それなら慣れるまで時間がかかるのも仕方がないか。あ、オーガポンとゴリランダーだ。やあ、ニャオハ。やあ、ミニシャワ。ちょっと待って、ニャオハって草タイプだよね。話が違うじゃないか。あれ？ニャオハはミニシャワといつ仲良くなったんだ？いつ？確かミニブラとミニシャワが仲良くなった後、割とすぐに僕も仲良くなったよ。ということは、ポニオたちが避けられているのは草タイプという理由だけではない。俺たちとニャオハ、一体何が違うって言うんだ？サイズだ。ポニオたちはニャオハよりだいぶ大きい。ミニシャワからすればまるで巨人のように見えているはず。他のミニブイズがすぐに仲良くなれたから、つい忘れていた。本来動物は、自分より大きい動物を怖がるものだということを。なるほどな。大きさも原因なのか。大きいからダメ言われても、そんなんどうしようもないで。こりゃあかんわ。すっかり落ち込んじゃったね。そんなに気にしなくてもいいんじゃないか。別にみんなと絶対に仲良くならなきゃいけないってことはないんだから。そうそう。そのうち何かのきっかけで仲良くなれるかもしれないし。小さくなるなんて、無理だもんね。小さくなる。確かそんな技があったよな。え、ああ、ベトベトンとかハリーセンが使ってるのを見たことがあるな。体が小さくなって回避率が上がるんだよ。それだー。ポニオたちも小さくなるを使って小さくなればミニシャワと仲良くなれるかもしれない。いや待て待て、あれは一時的に小さくなるってだけで、バトルが終わったら元に戻るから。そんなのやってみなければわからないじゃないか。いや大体わかるだろ、ポケモンの技ってそういうもんじゃん。行こうゴリランダ、小さくなるを使えるポケモンに弟子入りして小さくなるをマスターするんだ。おう。行っちゃった。いいの？ほっとけ、いいよ。気が済んだら帰ってくるでしょ。本当に小さくなっちゃった。どうやってやったの？ロースト砂漠にいた砂蛇に頼んで小さくなるを見せてもらったんだ。見よう見まねで習得した後、ずっと小さくなっていられるように我々で技をアレンジしたのだ。お前ら天才か？ゴリランダに至っては声まで変わってるね。あ、ミニシャワが。ちょんって触った。コライドの時もこんな感じだったよね。あと一歩だよ。小さくなる作戦は大成功だったようだね。それじゃあ最後の一手でとどめといこうか。最後の一手？もちろん。ランクバトルだよ。ランクバトルでポニオたちのかっこいいところを見せてミニシャワの信頼をマックスにするんだ。最近それがお決まりのパターンになってきたよね。まあそういうことなら、今回のランクバトルはオーガポンとゴリランダーに出てもらおうか。オーガポンはコライドン、ゴリランダーはミライドンとタッグを組んでもらうぞ。よろしくねコライドン。頑張ろうぜミライドン。ではランクバトルを始めよう。まずはコライドン、オーガポンコンビだ。よっしゃ。相手もコライドン構築か。先発はイバンのミ、ブリジュラス、その後にコライドン、オーガポンで行こう。対戦よろしくお願いします。お相手先発コライドン。今回のブリジュラスの技構成は流星群、ラスターカノン、電磁波、ステルスロック、特性頑丈で一発耐えて次のターンイバンのみで先制するっていう型だよ。さて相手はいきなりコライドンから来たか。
流星群が当たれば簡単に勝てるかもしれないが、テラスを切って突っ込んでくる可能性もある。相手の構築に地面タイプがいないし、ここは電磁波から入ろうかな。お相手、羽ばたく神に交代。流星群を警戒したか。ブリジュラス、電磁波。よし、命中。羽ばかみに電磁波が入って結果的にはラッキーだったかもね。羽ばかみはできればブリジュラスで倒してしまいたいので、ここはラスターカノンかな。お相手しびれて動けず。ラッキーだね、これが電磁波の強さよ。ブリジュラス、ラスターカノン。惜しいな。もう一発ラスターカノンでいこう。お相手ムーンフォース、特性頑丈発動。2番の実は HP が4分の1以下の場合に一度だけ先制できるという木の実だ。これでいつでもブリジュラスの次の攻撃は先制することができる。ブリジュラスが交代しちゃっても有効なの？ああ、有効だ。お相手、ドドゲザン。だからブリジュラスは後でトライドンと戦うために取っておこうかな。さっきムーンフォース食らった時に特攻が1段階下がったしね。ここはオーガポンに任せよう。ブリジュラス、オーガポンに交代。来たー、オーガポン頑張れー。お相手ドゲザン。よしよし、あと一発耐えそうだな。オーガポンの技構成はツタコンボ、ウッドホーン、じゃれつく、電光石火。ここはツタコンボで突っ込もうかな。今天候が晴れだからツタコンボの威力が 1.5 倍になる。相手がテラスしてきてもコライドンに交代してきても結構いいダメージが入るぞ。このオーガポンは晴れ場と相性がいいよな。お相手アクテラッサル。なるほど、オーガポンを倒しに来たか。それはそれで OK だ。オーガポンスタコンボ等倍ですごい威力。お相手土下山。この土下山は耐えないけど、オーガポンのおかげで相手にテラスを切らせることに成功した。これで勝ちにグッと近づいたぞ。お相手としてはコライドンにテラスを切れないのは痛いよな。オーガポンナイス。コライドン、あとは任せたよ。コライドン出動。コライドン頑張れー。コライドンの技構成はスケールショット、インファイト、ニトロチャージ、剣の舞。さてここのドドゲザン、さすがに不意打ちを打ちたいんじゃないかな。こっちの後ろにはまだイヴァンの実ブリジュラスがいるとはいえ、できればコライドンに似立てしてもらいたいという気持ちもある。ここは剣の舞で行こう。お相手不意打ち、ナイス。コライドン剣の舞。コライドンニトロチャージ。コライドンナイス。これで攻撃2段階、素早さ1段階上昇。お相手ラスト、コライドン。さあコライドンかましたれ。コライドン炎テラッサル、インファイト。勝った。対戦ありがとうございました。コライドン、お疲れ様。両方ともいい活躍だったぞ。みんなありがとう。やった、ミニショーありがとう。いいな、オーガポン。次はゴリランダーとミライドンだな。頑張ろうぜ。よし。相手の伝説枠はクロバドだな。先発はミライドン、次にゴリランダー、最後にパオジアンの通りが良さそうなのでパオジアンを連れて行こう。対戦よろしくお願いします。お相手先発リンヌ。こっちの先発はミライドン。ミライドン頑張れ。ミライドンの技構成は稲妻ドライブ、流星群、マジカルシャイン、ボルトチェンジ。持ち物はこだわりメガネ。テラスタイプはフェアリーだ。いきなりテラスタルからのマジカルシャインをぶっ放していこう。ミライドンフェアリーテラスタル、マジカルシャイン。惜しい。お相手ステルスロック。このダメージは突撃直帰じゃないな、パメ残しかな。もう一発マジカルシャインで。ミライドンマジカルシャイン。ミライドンナイス。お相手ゴリランダー。おお、相手のゴリランダーも出てきた。ゴリランダーか。特防振りの突撃直帰型か、攻撃振りの気合のたすき型か、いずれにせよ後のクロバド戦を考えるとミライドンはあまり削られたくない。ここはパオジアンに任せよう。パオジアン出動。出
ステロが痛いね。お相手、グラススライダー。このダメージは攻撃型だ。ということは、ここでパオジャンがゴリランダを削れば、後のミライドンで倒せるな。今回氷のつぶてがないから、不意打ちを決めるしかない。パオジャン、不意打ち、決まった。お相手、グラススライダー。パオジャン、よくやってくれたぞ。パオジャン、ナイスー。ミライドン、出動。フィールドもエレキフィールドに戻ったね。後のクロバドを考えてもここはマジカルシャインでいいだろう。ミライドン、マジカルシャイン。やったー、次ラスト。お相手ラスト、クロバドレックス。ラスボス来た。あとはクロバドの持ち物次第だな。マジカルシャインで突っ込もう。お相手、ワルダクミ。うわー、特攻2段階上がっちゃった。どうやら勝ったな。ミライドン、マジカルシェイン。まあどうせ気合のたすきだろうね。おいて、アストラルビット。わあ、ミライドンだ。ミライドン、ここまでよくやってくれた。あとは任せろ。そうか、ゴリランダーには先制技がある。さあゴリランダー、かましたれ。ゴリランダー、グラススライダー。勝った。対戦ありがとうございました。やったー、ゴリランダーもミライドンもすごい、かっこいい。両方とも素晴らしい活躍だったぞ。うん、みんなありがとう。ただこんなこと言うのはあれなんだが、俺グラススライダー打っただけじゃね。活躍したって言えるのかな。言える、ブラッキー。クロバドは高い素早さと特性黒の稲泣きで全抜きを狙える恐ろしいポケモンだ。そのクロバドにきっちりとどめを刺したゴリランダーは偉い。そうだよ、すごいよ。さすがブラッキー、いいこと言うね。ゴリランダーかっこよかったぞ。そうかな。ミニシャワはどう思う。やったー、じゃあいいや。よし、万事解決。というわけで今後もこんな感じの動画を作っていくので、よかったらチャンネル登録をしてまた見に来てね。高評価やコメントもしていただけたら嬉しいです。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。